美人すぎる彼女は冷蔵庫買い替え発言も、竹内龍馬、結婚願望告白一流俳優進化で SNS あれも無縁に。7月11日、かねてより交際、反同性が報じられている俳優の竹内龍馬、31と俳優でモデルの三吉彩香、28が、それぞれ別のバラエティ番組出演。両者ともに気になるコメントがあって、 竹内さんと三好さんは2020年5月にフライデー、講談社が竹内さんの自宅高層マンションで半導性生活を送っていることを報じてから今年で交際4年目に突入部屋着のまま仲良く近所で買い物をする姿が幾度も目撃されたりお互いの実家にも顔を出して紹介し合っている話が報じられたりと交際は順調そうで いつ結婚発表があってもおかしくないと。マークする芸能マスコミもいる状況ですね。ワイドショー関係者。11日、三吉はバラエティ番組アメトーク。家電プラスミスドプラス沖縄3時間 SP テレビ朝日系の家電芸人サマーセールのパートに登場。ちょうど今、冷蔵庫を探していた最中なので、と家電に興味津々の様子を見せていた。 竹内さんとの反動性が報じられているだけに、二人で使う冷蔵庫かも、と考えた視聴者もいるのではないでしょうか。もっとも、視聴者はトークや番組の内容より、あまりに素晴らしい三好さんのビジュアルに目が行っていたようで、美しすぎて番組の内容に集中できないという X、旧ツイッターの声がネット記事になるほどでしたね。全土 三吉は引き締まったウエストとスタイルの良さ、身長173センチが際立つニットとロングスカートの黒コーデで、ヘソピアスもちらり、美しすぎるビジュアルが話題となったのだ。対する竹内は、うっちゃんなんちゃん内村てるよし59が MC を務めるバラエティ特番集まれ。内村との会 TBSK に出演。 ジンとモノリ五重とドライブトーク中に、結婚願望があるのかと聞かれた際に、ありますよ、と即答した。神内が結婚した年齢は33歳だと知ると、僕、竹内の年齢で言えば、もうそろそろ、僕が2年後に結婚している、みたいな感覚ですよね、と、やはり興味深々な様子だった。なお、神内は33歳、2007年で結婚した藤原紀香か、 53とは09年に離婚したため、でも2年後に別れるよ。俺とかぶってたらね、とオチをつけていた。竹内さんも31歳ですし、もはや結婚願望を隠していない感じですよね。一方で、竹内さんといえば、三好さんとの交際をめぐり、少し前まで好感度が下がっていた時期があった。 一時は竹内さんが何かプライベートの発言をするたびに SNS で態度が悪いなどと荒れることも珍しくなく、三好さんとの交際にも厳しい意見も多かったんですよね。今回は結婚に関する話が出ましたが、放送後も SNS が一切荒れなかったのは、竹内さんの人気回復を感じさせますね。前度、竹内は三好と交際する前、日曜劇場。 陸王17年10月期 TBSK で共演した吉谷彩子32との反動性が18年末に報じられたが20年春に破局。その後すぐ、竹内は三好との交際をスタートしたとされる。しかし、三好との交際報道時、竹内には二股疑惑も浮上。さらに、 家を追い出された形の吉谷と竹内の間に生活費を返す、返さないという金銭トラブルが勃発したという話や、竹内の交通マナーの悪さなど、複数の週刊誌を通しての双方サイドの暴露合戦のような展開が続いて、竹内のイメージが大幅にダウンしていた時期があったのだ。ブレイク当時の竹内は爽やかな国民の彼氏として名を馳せていたため、 その反動も大きかったと思われる。ですが、竹内さんはその後、俳優としてキャリアを着実に積み、演技力もどんどん向上。単なるイケメン俳優ではなく一流の演技派俳優へと進化。同時にイメージアップにも成功した感じですよね。前室のワイドショー関係者。今年に入ってからの竹内は、木村拓也51主演の連続ドラマ。 ビリーブ君にかける橋、テレビ朝日系、4月期で主人公を追い詰める刑事、黒木正雄役と、その生き別れの兄で自己死する作業員若松日道の二逆を講演。演じ分けや、黒木の本心を隠した呪いの笑顔や、それが外れた際の怖さなどから人気を博し、主演の木村を食うほどの存在感を発揮した。七月七日にスタートした嵐二宮和成、 41主演のブラックペアンシーズン2 t b s 系日曜夜9時からにも竹内はシーズン118年4月キット同じく2番手のセラ・マサシ役で出演。研修医だったシーズン1から出世して心臓外科医となり、第1話ではシーズン2の主人公で天才外科医の天城幸彦、二宮と手に汗握るギャンブルを繰り広げた。 竹内さんが今回の内村との会で結婚願望を語っても SNS が全く荒れなかったのは、そういった一流俳優への成長の影響があるのではないでしょうか。もちろん、吉谷さんとの破局騒動から時間が経っていることが大きいですが、現在、多くの視聴者が竹内さんの俳優としての実力を認めて、高く評価していると考えられます。恋人の三好さんもモデル業は、 パリオートクチュールで開催されたバレンシア画のクチュールコレクションに参加し、俳優業も7月5日公開のなお29、主演映画、先生の白い嘘に出演したりと順調。お互いが一流芸能人へ進化しているわけで、世間からの評価、評判も高まっている。そうなると、後の障害は仕事とスケジュールの整理くらいなもので、 竹内さんが意識するように、いよいよ結婚も近いのかもしれませんね。前室のワイドショー関係者。反動性報道から4年。ハッピーな報告も近いのかも。動画冒頭で冷蔵庫の買い替えの話をしているのが三好三好さん美人ですね。誰この美女ってなり調べたら三吉彩香やった偉い美女になってるな。といった声が多く寄せられている。 そのあまりの美しさはネットニュースになるほどだった。